どうも、お疲れ様です。じゃあ、昭和アニメを語っていくコーナーですけどもね。 今日は無敵超人ザンボット3というね、私がものすごく好きなロボットアニメだったんですけども、当時まだ小学生だったんですけどもね、まあ3つのロボットが合体して、まあそれでね、バンドックっていうね、あの宇宙の彼方からやってくる地球を攻める悪いやつをまあ日々戦っていくという、まあそんなストーリーだったんですよね。まあ当時ロボットものがものすごく前世紀でいろんな形でこういった合体ロボとかね、変形ロボが出ていって、まあ主にはプラモデルや超合金を売るための商売戦術だったと と思いますけども私たち子供たちはねああいう風なロボットに乗っていつか地球を守ってみたいなそんな気持ちに駆られたもんですさあそのザンボット3も最終回に至るになって、えー、だんだんねあの外族という悪の棟梁の姿が分かってくるわけなんですけども最終回になるに従ってその主人公であるね合併っていうねザンボット3を操縦する そういった少年が、小学生の少年がいるんですけども、それを取り囲む一家ですよね。ジンファミリーって言うんですよ。まあお父さんがいて、お母さんがいて、でお兄ちゃんがいたりとかね。それからおじいちゃんおばあちゃんがいる。それで、一つの家族が地球を守るために、何の資金援助もなく戦っていると。まあそればかりかね、戦うことによって、宇宙の彼方から悪い奴がまたやってくるってことで、せっかく地球を守ってるのに、地球人にはものすごく冷たくあしらわれるんですよね。 まあそんなストーリーが最後まで続いて途中人間爆弾みたいなこともあったんですけどもさあ最終回どんなことになるんでしょうか最終回はですねまあいろんなものを失いながら戦って宇宙に出てくるんですが最後ねそのザンボット3のロボットに出てくるその合体する3つのメカの胴体部分と足の部分の 宇宙太とね、稽古っていう二人の、まあ女の子、これ兄弟なんですけどね、この二人がいるんですけども、これが最後敵に特攻していくところがあるんですよ。で、そのシーンがね、まあ同じ年代で見ていた私たち小学生の頃の心にすごくね、まあ響くものがあって、でも今思えばこれはね、あの、自分の命を投げ打って、えー、自分たちの国を守る、星を守る、地球を守る、特攻美化してるんじゃないかなっていうふうにも見えるんですよね。 で、この物語っていうのは、最終的には、あの、洗脳だったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、いわゆる、みんなのために命を投げ打つのが素晴らしいことだとかね。えー、死んで、自分の命を、 何かを守るために使うことっていうのが、それが生きる意義だみたいにね、イデオロギーも入っていたんじゃないかなと。同時にそのイデオロギーに対して、洗脳に対して、どうやって立ち向かっていくかってことを、最後ね、合併が証明してくれたんではないかなと思うんですよ。さあ、そのシーンがね、一つあるわけなんですけども、どうですか、この脳みそみたいなやつがね、出てくるんですけども、当時、ルパン三世のね、 あの、ルパン対クローン人間っていうのもありましたけども、あれも最後は脳みそが出てきて、その脳みそと対話するっていう、ルパンとの掛け合いがあったんですけども、ここでもまさにね、ザンボット3の最終的な親玉っていうのは、外族でも何でもなくって、単なるね、コンピューターだったと。そのコンピューターと主人公のカッペイは最後、一人生き残って会話をするんですよ。で、このコンピューターが言うんですよね。なんでお前ら、俺たちに戦いを挑むんだと。で、カッペイは当然言うんですよ。地球を守るために決まってるじゃないかと。 そしたらコンピューター言うんですよ。地球守ってどうするんだって。あんな悪い奴らばっかりがいるところをお前が頼まれもせずに守ってね、誰か喜,喜んでくれたのかっていうわけですよ。そうするとね、合併は返すことがないんですよね。確かにそうだなと。うん。確かに自分たちの家族を失ってまで、あの地球で安穏とする、そして権力や欲に群がるね、人間たちを救う意味があったのかなっていうふうに言ってはいないんですけども、私たち視聴者は感じるわけなんですよね。まあそうは言っても、 この脳みそたるコンピューターは自分たちの負けを認めて、そのまま崩壊していくんですよね。で、崩壊する中でこれ宇宙空間で戦ってますから、ジンファミリーは地球に戻らなくてはいけないんですよ。で、地球に戻る術を失ってしまって、こうやってね、お兄ちゃんとかも最後、カッペを守るためにね、えー、死んでしまうんですよね。 で、ここで、えー、カッペイ、ジンファミリー一族っていうのは、えー、全員が滅びてしまってね、カッペイだけが生き残っていくわけなんですけども、で、地上に何とか戻ったカッペイをね、迎えてくれる、えー、まあ一人の女の子とね、えー、それからカイシデンみたいな、あの、ちょっとヤンキーっぽい男の子がいるんですけども、実はね、この、お二人っていうのは、幼馴染みであって、まああの、この女の子はカッペイが好きなんですけども、このカイシデンみたいなやつはね、カッペイとずっと対立してたんですよ。 で、言ってみれば、私たち視聴から、視聴者から見ると、憎たらしいやつだったんですよね。でも、ちょっとしたところで、カッペを助けたりとかね、そういった、あなんか同胞意識もあったりとかして、えー、どういった本音を持ってるのか最後に知りたいなと思っていたら、ちゃんと答えてくれるんですよね。それがですね、この開始前みたいなやつは、俺こいつにカッペに惚れてんだよね、っていうわけなんですよ。そこで私たちも、すべてがなんか救われたような気持ちになるんですよ。で、次のシーンでは、あの、最後にね、悪玉のコンピューターが、 あの、地球人は悪い奴ばっかりだって言ってからね、カッペイは返す言葉がなかったんですけども、地球にたどり着いたカッペイに対して、やっぱ街の人、村の人がね、こうやってね、駆けつけてくれて、ああよかったっていう風に、カッペイが帰ってきたことをね、喜んでくれるんですよね。で、そこで、この白抜きのシーンですよね。カッペイが目を覚まして、え、なんかね、見上げるシーンなんですけども、ここで、え、物語は終わるんですけども、ここで多分ね、カッペイは、あの、命を投げ打ってまで、 自分たちが守るべきものが本当に正しかったのかどうかってことの夢から覚めるんじゃないかなと思うんですよ。確かに地球人全体で見たらろくでもない人たちばっかりかもしれないけども、少なくとも守るべき価値のある人は自分にはいたんだと。だから良かったんだっていうようなところでまとまってるんじゃないかなと私は思ったんですよね。でね、ちょっと特攻のこととね、書き合わせてみると、おなんか私が思うところがあるんですけども、確かに当時大東亜戦争末期にね、特攻という形で、 あの、軍部の強制によって旅立った人はいたでしょう。でも、結局それって無駄死にでも、作戦上の死でもなくって、確かに誰か一人でも、たった一日や一秒でも守りたい幸せや愛があったんじゃないかなってことで、私たちはね、二度と戦争を起こしてはいけないんだけども、だけども人っていうのは、あの、心が座ればね、 自分の命を投げ打ってまでも、守りたいものや守りたい人がいると。そして守った結果、守らなくてもいいような悪党はで守ってしまうっていうことも、まああるんだっていうことをね、まあ受け止めていくっていうことなのかなと思いました。ザンボット3ね。本当に考えるところが多いなと思って。よくこれだけのことをね、当時作ったなと思うんですよね。うん。まあ続演っていうのは、 作りようがないようなものだったと思いますし映画化にもされなかったんですけどもそれだけにこの第23話まで続いたザンボット3ねなんか深み,のある深みのある作品に仕上がっていたんではないかなと思いますね。